国春秋時代に活躍した韓霊。史上最強の奇策を刮目せよ。時は古代中国春秋時代。中国南部において呉と越という国がしのぎを削っていました。呉には高麗という聡明な王と、補佐には呉司書、そして軍師に孫子が控えていました。越は王である殷城が亡くなり、息子の高専が後を継いだばかりでした。呉の高麗は宋を散々に打ち破った後、呉司書の進言に従い、王が変わったばかりの越に攻め入ったのです。王が変わったばかりの時は軍心も王に振幅せず、越はまとまりを欠いていました。しかしそういった劣勢の中、越の将軍である韓霊はとんでもない策を考えつきました。韓霊は罪を犯して死罪の決まっている囚人を集めてこう言いました。お前たちはすでに死刑が決まっている重罪人だ。だが私の指示した通りに戦で自ら死ぬのならば、戦死者として扱い罪を犯す前の淵を与える。つまり残された家族はその淵で不自由なく暮らすことができる。どうだ、やるか。年老いた母や子供の面倒を見てくれるのですね。その通りだ、戦死者として扱おう。やります。やらせてください。越の囚人たちは武装して大きな音でドラを鳴らしながら呉の陣の前に現れました。そして我らは呉軍に恐れて進撃の命令に背く罪を犯しました。ここに潔く自決し刑に服するものです。そう言って越の囚人たちは自ら自決して果てました。呉の兵士は度肝を抜かれました。また来たぞ。我らは呉軍に恐れて進撃の命令に背く罪を犯しました。ここに潔く自決し刑に服するものです。我ら呉の規律も厳しいが、越はもっとすごいの。また来たぞ。まただ。呉の兵士は悪気に取られ呆然自失の状態となりました。これを見ていた呉司書はこれは何かの策略と思いましたが、時すでに遅しでした。最後の兵士は呉軍にそのまま切り込んできたのです。そしてそれと同時に左右に回った越軍から攻撃されたのです。呉軍は大混乱に陥り、方法の手で逃げ出しました。この時呉の王呉慮は足に矢を受け、それが元で亡くなってしまったのです。兵法の大化、損死もなすすべなく敗れてしまいました。こうして韓霊の奇策は後世まで語り継がれたのです。このチャンネルは歴史上の人物やエピソードを知ることで、あなたの人生を豊かにしていきたいというツッチーの思いをもとに作られています。今後も一緒に歴史の旅を楽しんでいきましょう。チャンネル登録ポチッとよろしく。